る。車両そんなストレートやっても。早く進撃やりたいよね、マジで。進撃やりたい ね。ちょっとでもいいから。土曜日1時間だけでもいいから、優しい。バチコリ何も見ないんですけど。今日ってできなかったわ、結局。なんかそっち系の。イベントは。人数が足りればできるけど。これも寄った方がいいね、これ。もちろん。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。それ3一緒にやってほしいな。これ先に3だ。リキサムさん、俺受けるよ。え、なんか数少なくね、相手がそのものか。あと一発入れて。リキサムさん、160しかないんですよ、貫通 CR ってんだけど。リキサムさん、なんで山やんそれ乗ってんの。ん、足早いな。予算はもらうわ俺は。1、弾が入ってない、弾が入ってない。2、俺もう一発もらう。ああ、3、4、4発だよねこいつ。4発入ってるの。ひらめいた。あれ意外とやばい。ソマは5発です。4じゃなかったこれ。5発ですね。だって 50B っつったよねあれ。いや 50B とは言ってないですね。いや TR8 の 50B っつったじゃんきっと。お前やられたわ。それが同じとまで言ってない。5発なんですよ。足が遅いからさすがに4発やって弱いじゃん。キッさん、バブに深いんですけど。ソミアのヘルスはフル、フル引く、フル引く240。はいはい、あれ。はい、合いましたね。バレませんでしたね。1、あれもしかして来るんですか。来ない、突っ込んで大丈夫だもんよ。アリさんいるじゃん。うん、こっちから、こっちから、こっちから。そっちの方がいいね。アリさん、なんか人数集める方法ないですかね。追い抜きとしてどうなの。あの呼ぶ説はあるよ。まああの全然あり。なんだろう、腹切りもうすでに8人ぐらい入ってるから、いい具合になんかね、こうアジア許せねえみたいな。アジアさんはぶっ壊す。錦鯉町この前来てたけど、あの人あれじゃない、何人か連れてこれるんじゃ。場所ってどうなんすか。てかそもそもあいつワールドオブタンクスやってんの。いや、やってはいると思うよ。バチョウっさん、なんかフォートとかにいなかった。そう、フォートでなんか冷やかし程度にやってる気がする。冷やかし程度にやってんだ。あー、バチョウはじゃあ聞いてみっかな。いや、もう来てたよ。そう、マンジじゃん。え、でもあ、まあ、すっか頑張ってねって言ってあげよう。あ、TV 呼んでください。はい、やります。ブログとかに告知するか。アジアサーバーをぶっ壊す。アジアサーバーが戦車兵を守ると立ち上げました。マジそれやるしかない。オホピックするしかない。オホはちょっと残した方がいいですね。え、じゃあ EBR 多分このプロゲはまあまあうまい。え、プロゲってあるじゃないですか。あ、そっか、このプロゲあれか。まあ、てか珍しく今回引きがいいけどね。引きがいいね、今日。まあ、王だろ。王か。王ピックしよう。あ、王ピックか。王ピック。あ、王ピック。王も別に下手くそじゃないのか。もう王下手くそじゃなかったですよ。あ、王も全然上手だね。ね。まあ、いいや。もういいです。TV 来てくるロシア人は適当にフレンドリストに突っ込んどいて、承認してくれたら突っ込んどいて、いつでも呼べるようにしとかないと。それができなくなっちゃった。まあ、お犬の人たち多分、
とあんまなんていうのそんな多分一緒にやりたかったら多分俺に持ちかけてくるはずだから多分あんまあれかもしれないけどまあただまだロサバの進撃戦を成し遂げた日本人が誰もいないっていうことを言えばまあ進撃戦だけなら一緒にみたいな感じにはなると思う。素晴らしいですね。うん。鬼の人はあんまり10強やったけどね一応10強はいつでもいいんだっけ。10強4戦ぐらいやったけどあ10強4戦ぐらいやったクランウォーズの今に相手プロしか来なかった1回勝ったからああこの間の顔ずつあルインベルかなんかでなんかよくわかんないけど1回勝ったボコボコにされた記憶ある車両がないからボコボコにされた記憶しかない、ね、まあやっぱタイミングが弱いうちにやりたいよな907貸してくれって感じだ。いや別にチーフ点出てきてもさパーソナルレーティング7000ぐらいが使ってるやつだったらそんな怖くないから、うん、なんだけどあ、てか EBR で出してるやつにやったら別に MT 出す必要なかったな。センチュリオン出せばよかったまあいいやな。なんでそういうビヨのやつばっかり出すんですか。だってねえんだもん。ディフェンダー嫌いだし俺。リブズがポッシュ155フルリュータンで遊んでる。もうそうだな。でも E4 の榴弾撃ってるやつみたいな。確かいや、なんか8機のミッションやってるから多分全然違います。トロールですね。トロール。てかなんならリブス27機持ってるしね。あ、そっか。うん。今ロシア人配信してる人いるのか。いいな。俺がフォローしてる人間の中には。正直なんか配信してる時期がちょうどずれてて、僕が寝てる時に配信してくるからなこいつら。起きたの終わって時差が6時間あるから俺が起きてる時にやれって感じ。先週のやつ結構早い時間にやってるけどたまにやってる人いるんですよ。いや俺ザネルミよ。もしかして星1号今日のトーナメントは1時からあグループステージ、まあ、クランでやってるっぽいな。 LT で南取ってくるわ。いやー400ってやまあ2枚残してはいいかな。俺は南取ってくるわ。すまんマジで英語か日本語喋ってくれ。せっかくクランマークに日の丸つけてんだからさ日本語で喋れるようにしてくれや。ロシア語難しすぎだよな。かる。ああ、川辺85度もディフェンダーの頃。じゃあ、ロレーヌ動きます。川辺85っすか。ちゃんとレーヌ期待していいんすかね。お。いいね、あの EBR 動きが。お腹減っちゃったな。待って、このロシア人しっかり南に来てくれる。ありがとう。一日に不安よな。俺こっち見てないよ。ロレーヌ動きます。下にタンナナいると思う。いた。あ、嘘やん。待って、カナも入るけど。やばいけど。あー、なるほどね。これか見てエミール版これ南いなさそうやね。これ北カナも取りに行かないとやばいな。これ真ん中取りに行かないときついかもね。うん。ただLT1 枚いやあ、アッコ取りに行くの嫌だな。次は俺と一緒に突っ込むぞ。あ、2枚でいっか。うん。あんまり込むとダメだし、俺行かん方がいいよ。これ多分来たでしょ、俺と来ただけで取る。うわぁ、まずい。これ南対応でいいか。あ、OK、引くわ。引く。エバラ、タイミング悪すぎるだろ、あれは。それ南勝てる？え、一枚勝ってもあるな。いや、リアルは今南いるから多分いいと思う。てる。深くなったり。嘘だろ。勝
花も出てきた。いやーやばい。フォーカスしろ、フォーカス、フォーカス、フォーカス。ナイスナイスナイス。47、47。ナイスナイスナイス。770、770。これ、できればチーシンでねえよ、これ。なんだこれ、FB、FB。名前が出てこない。もう、じいちゃんやつだ。今なんか見えてるのに分かんなかった。カナゴンまだ真ん中にいるよ。あれ、OK、3人。やるわ。ナイスね。え？味方のプラゲーちゃんとフォーカスできるね。上手だね。ほら。はい。さすが2だとまで持ってるだけあるわ。エミールそろそろ触って終わってる。あ、まだそこにいんのか。あいつちゃんと CR 打ってくるから偉いやつ。偉いじゃん。CR 打ってくるけど負けてんな。あ、エバラが行きそう。さすがに逃げれるか。かわいいな。実況に俺が行ったら行きそうなんだよ、足だ。当てるな、このエミール。せいで終わるやつなんだけどな。そうなんですか。多分3000ダメぐらい取ってるよ。すごいね。エミールの単発上がっててなんか変な気持ちだな。なんか。511とかどんだけ暴れてんだって思っちゃう。エミールがさ、ヒューッと走ってたからさ、全然いけるなと思って行ったら、ぶち殺された俺。危なかった。危ない危ない。あ、でもまあ一番稼いでるね。弾全部当ててんじゃん。めっちゃ 100% じゃん、この人は。やるね。謎のフリー経験値リザーブが高い。リザーブたけるんだっけこれ。それたけとかなじゃん。いや、クレジットリザーブ作るの1分かかったからさ。お手軽リザーブ炊いてる。登場員経験値でいいか。ああ、スターカで4万も儲かるんだ。チンバトルは。こりゃ消されますわ。残念ながら。こりゃ消されますわ。タイム消す理由それだもんな。収支よくしすぎちゃったな。こりゃ消されますわ、クソ。あ、4400とか出してマッシュレーザー絶対だいぶ勝ち越してるから。待ってか、やっぱ TV 時間も短いのもいいよな。そう。絶対ランダムより短いもん、ね。7分で割るってのがでかすぎる。うん。でもこれが回ってるのもロサバと EU でどうなの？回ってんのかな EU。EU は拠点の方がみんな好きらしいけど。ですよね。言ったら、うん、多分ロサバだけなんです。まあこっち西側2枚ぐらい残してあと、とりあえず一旦ここの山取ろう。エバラ多分走り回るだろう、症例見てくるわ、向こう。EU もそうだけど、なんか他のサーバーのやつらみんなフォートナイトとか、なんかそっち系のゲームやいつまでも戦士やってるのロシア人だけでしょ。ロシア人もだいぶまあ減ってきて、アクティブユーザーは減ってるらしいですけどね。うん、やりね、俺さすがだわ。うますぎるな俺、天才だわ。あ、結構来てる。不安よな。あ、いるいるいる。あ、いるね。IBR 控えめんじゃないか、やけに。わかる、思った。あ、来てますね、これは。これ、詰めてくることね、アイデ。詰めてきたら勝てるよね。わかる。フォーク嫌な思いするんですけど、その代わりにとても嫌な思いすることする。あの EBR が言うには多分北に37がいると。あーですね。エミ持ちたいけど。やるやん、あれ勝てる。負けられたら困るんだよ。8と6。負けられたら困るよ。でも茨城そうですよね。これ中央使える。あ、うん、全見えてる、全見えてる。使えるけど、結構頭固いのしかいや、頭固いんで僕で、皮ごと、もうすぐないよ。当たんね、当たんね。いや
イビアルちょっと判定がな小さいよ。わかる、わかる。あ、来たよ。今行ったから南潰さないと攻めれるね。ただこれ中央から行った方がいいですよね。じゃあね、こっちからこっちから出しってクソガツコード、もう一回飲みだわ。電池量見えない。ああ、でもイビアル逃げてこれたから別にいいかもよ。ゆっくりでいいか。クロスクラインじゃねこれ。キッドさん。あ、どうも。今月中にティア10作るんで許してください。許してください。カービィさん今日やってましたね。そう。スリー食いてえけど、ま。真面目にやってたんで許してください。これ打てるわ、これ打てるわ。真ん中出るよ、真ん中出るよ。ということでさようなら。え？え？チームバトル募集です。いやちょっと今からなんかクラン会議があるんで勘弁してください。アシアほっとけほっとけ。それはアシアやればいいと思います。ちょっと裏さんに怒られるんで終わったら来ます。ここ取れるんじゃないの。ここ取れるんじゃないの。上がろうか上がろうか。でもなら、うん、食いに行くわ俺。やれるわ俺。俺受けるから。ああ、俺受ける、俺受ける。なんでISG に行けるんですか。もうイビアルが行っちゃったってか。ああ、側面も抜けんか。電池量はあの草。あ、もっと奥だった。なんで敵はハルダウンできるけどなのに。敵ちゃんとハルダウンもできて禁断も打っててんのにな。頭悪いやつだ。頭悪いやつだ俺だ。大役打ち込んだか。敵フル CR なのになんか。なんでこんなもったいないことしてんの。13万稼げましたね。素晴らしい。はい、でも TP で課金台打つこと自体も遅れてるんですよ、考えが。何時頃までやります。あとまあ30分くらいかな、俺は。あ、1時ぐらいまでですか。了解。あんまみんな遅くまでやりたくないと思うんで。それでは、TV が終わったのにホームフロントをやる方を募集するわけですけども。クロン入ってきたけど。入ったんだけど、クロン。面白いね、君。入ったって。マッチンバトル入ってるやつクラン入ってくれたんだけど。マジマジ。めっちゃ臭いね。面白すぎる。あ、このプロゲ。いや、プロゲじゃん。さっきまでプロゲなってたやつ。プロゲでしょ、プロゲでしょ。くそ。おもろいしフレンドリストこの子ウケるわ。ありおもろいわ。フレンドリスト承認してくれたわ。緑ぐらいはあるな。え、待って。ねえねえ、こいつチャットバンされてない。これチャットバンされてない。おもろこいつ。やば。これチャットバンされてない。あれってなんか時々チャットオフみたいな時にあってバンされてない。いや違う、これはチャットオフにしてたよ。これチャットオフ。自分で消してってやつでしょ。そう。消してるだけなのか。あの他の人がチャット来ないようにしてんの。なるほどね。ところでホームフロントどうですか。あ、それもやらないといけないんだった。嫌なこと思い出した。でさまざか寝るとか言わないですよね。仮眠したんですから。あ、やりますよ。素晴らしい。人さん、自分のアカウント終わったら俺のもよろしく。
無理だよ。あれ結構時間かかる。そう、きっとな、今日ね、スキルさん分かるだと、ノラでやってたんですよ。はい。なんとね、あの、ノラの中にさ、3まで行ってるやつがね、4人いて、めっちゃ強かった。ありがたかった、マジで。ああ、ノラに3まで回してるやつはもう、3で回してるやつはやってるよね、相当。めっちゃありがたかった。一瞬で終わったから。大事なんだね。3になってるやつは本当にまだ頭入ってる人間だから楽にできるけど、2とか1とかのやつはチンパンしかおらへんからもう死んで3000ダメもいかずに死んでいくからさ、俺2万ダメージ出したに負けたした。舐め腐ってますわ。ねえ北さん、これ見て、嫌がらせじゃんこれは。これ勝てないんだよ、これで。しかもこれ3-2-2-1-1なんだよ、これ。これで10ウェーブで勝てるわけないじゃん。プロゲーマー。あ、でも空爆とかちゃんと使ってくれるやつやったらなんとかなんだけど、2とか1でも全然それちゃんと売ってくれないから、あいつは。女の子とかめっちゃおばさんじゃん。めっちゃおばさんだけど紫なんだけど、あの人すごいね。じゃあ僕カーナボンポジで持ってます。ジークね、いまいち何やったらいいかよくわかんない。ジーク一番簡単じゃない？そうでもない？待ってりゃ来るぐらいなとこあるけど。ジーク敵が軽いときは一番だるい。わかる、それはわかる。それはめっちゃわかる。1ラインラッシュがいいやん。1ラインじゃないわ。0ラインラッシュがめんどくさいときある。いや、1ラッシュ、1ラッシュ。あ、1ラッシュの方がめんどいか。うん。このマップなんか進撃戦でも結局街中押していけないから外取るしかないっていう。あ、そんな意味わかんない。マップどうする？外側来てるっぽいけど、キャプの位置を置く場所がマジで頭悪いな。いやでもまあ一問に、あ、別にそんな、あの敵が見えてから動いてても遅くないと思う。防衛だしね。敵が動いてるのが見えないから、このマップって。ですよね。あの、敵があっち行ったっつって逆側行ったら、そのままなんか当て返しされたりして、その当て返しも見えないから。2枚乗った。3枚乗った。行った方がいいね。街中取った方がいい。これ、死にながら切れる。この上取るしかないかな。エバラがいるから多分キャップは切れると思うんだけど。頭悪いけど外回ってるけど、あいつ頑張れた。うわ、2枚いるわ、2枚いる。あー、マジでいいね、それ。キッさん、いや、こっちも食いに来ちゃうね、それやったら。うん、あれ、あれ保持して、やっぱり切れてる。アナもやれる、結構おいしい。やれない。ナイスナイスナイス、EBR いいね。格がない。ここでもチェンジ。もうダメだ、それ俺一発もらいます。プロゲ来てる。やった。ちょっとプロゲ撃つわ。お、外した、ごめん。スミスった。続けないかも。めっちゃ弾かれてる。160と3って被っとけないよ。どっち落とした方がいい？プロゲー落とすわ。あと4秒。160だとカバー抜けない。正面どこも抜けなかった。今ミスした。普通にサクサクっとミリヘルスのやつ殺そうと思ったら、ピンがピンピンになってそのまま弾スカスカに外れたわ。まだある、まだあるってか、まあディフェンスだし。うん、あ、勝てそうなところ。400強いね。エバラがまあまともに動けば。だったか。
いや無理だよ。ぶれた。やめるじゃん。エバラさん。普通に EBR 丈夫だ。ゴーゴーエバラさん。危ねえ危ねえ危ねえことしてるね。なるほどね。ここに3枚隠れたのか。うん。3枚か3枚。強かったね。3枚いた。遠いからすぐ寄ってこれないかなと思ったらすごいスピードで寄ってきた。びっくりした。64潰してそのまま流れてミリヘルスのやつ2枚食おうと思ったらさ、ピンがピンピンになってそのまま弾めっちゃ外して死んだ。バギやかな。あと星消えてなくて使えそうなのない。あった。我あるどうも。まあいいか。押し消えてなくて強そうな戦車。めっちゃロシア語喋ってくんねんけど。めっちゃ喋りやんこいつ。侍だけど。侍だから。侍は多くを語らないはずなんだけどな。静かに。ザラスト侍。ゲームのタイトルみたいな名前してるけど、ラストサムライってあれじゃないですか。映画じゃない。映画じゃないですね、うん、トム・クルーズの映画。まじでこれがあのティアテンオール三遊党のこいつマジでおもろいな。いや普通に気持ち悪いよな。90だな。93戦で3優とは本当にやばいと思う。90だってアジアじゃ3優と取れねえよな。取れなくはないけど、ベトナム人いたけど談合してそうだもんな。普通にヤバくない。でも47戦で57ヘビーの三遊と頭おかしいだろ。平均ダメ6200どうやって出せねえ。なんか RU10 っていうなんだっけ、カザフスタンだったかな。ああの辺あります、ね、かどっかにあるサーバーで、まあなんか、まあ、ああいうサーバーを談合に使うんだよとは聞いたことあるけど。なるほどね。人が少ないから。サーバーで一番稼げるサーバーとはなんか聞いたことあるけど。お、チームバトルらしい車両が出てきた。チームバトルらしいじゃん。こういう編成待ってたんだよ。1台だけなんかレギュレーションに入りますけど、1台レギュレーションに入れてな。いやまあこっちもまあ立派な車両出てきてるから、まあ相殺されてるところはある。まあでも僕のディフェンダー貫通が下振れしやすいだったんで、やっぱそれでもプロゲ強いよな。いやプロゲ強いよ。だよな。ね。やばいよな、ほんと。ネスキーとかあの辺の配信見てたらやっぱ400よりあいつらプロジェクトばっか使ってる。うん。てかマジフォーカスでさ、敵瞬殺できんのがやばい。ああまあ確かに。うん。ほんとね、プロゲの芯強いさはね、やっぱ2秒3秒で動いてる時が一番強い、ほんとに。俺は113だ。誰がなんて言うと113だ。
俺は111さん、俺は111さん、俺は111さん、抜けなかった、俺は111さん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 、妙に足遅い111さんやな。俺は111さん、誰がなんと言うと、おっと111さん、さすがにいるかな、少し C1 かな、うん、全部向こうにする、ここいると思うよ、いや、いるでしょ、あ、バレた、ここでいないところでこっちしかないと。こっからしか飛ばせないじゃない。来週じゃない。そう。まあイビアラここで回ってるから。何回かキャップ行ってきた。近くにいるけど。死んじゃったんだけど、ちょっと俺もう抜けるやついないんだけど。ははは。こう終わります。一回切ったら呼ぶね。あ、頭悪い、頭悪い、頭悪すぎるよこいつ、助けてー、あ、余裕だってくるんだけど、舐められてる、最強弾だ、キャップ入ってきちゃったけど、大丈夫なんですか、リフィルダーなんだけど、いいですかそれ、やばすぎる、めっちゃキャップ残し、いやー、TB らしかった。レバーキッズじゃん、こいつ。やっぱレバー人気なんやな。ちゃんとリツサワさんが書いてくれた文章に書いてあったからね。ロサワサーバー始める理由、レバーがいる。レバーがいる。キッズになれる。いや、普通にアジアもさ、ああいう名声売ればいいのにな。あれ、名声売ってたんじゃなくて、イベントで配ってたん。あ、配ってたんだ。なんかレバーとあと4人ぐらい、4人ぐらいなんかいて、でもこいつも上部チームってやつつけてるよ、そうそう、そっからなんか1人選んで、でなんか名声もらえるみたいな、ネズミ子みたいにチーム増やしてっていうか、なんか勧誘メールみたいなの送りまくって、へえ、なんかチーム組んでなんかランダム戦するとゴールドとかもらえたっていう、俺らも救ってもらうか、なんのべ、FG チームっていう重要需要がアジアの新星これそろそろ少し出しても来られない流れだよねこれ。わかる、これ聞こえてますよねこれね、そろ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 少しの星消してくれますよね、少しの星消し終わったら僕もマウアブレヒャーとかいう電車の星消しいいでしょそんななくてゴミ鉄くず、このザラストラサムライ2もこいつのクラン入ってないけど勧誘しとけよ、いなくなっちゃった、ザラストラサムライ2いなくなっちゃった、でもフレンドリストに追加してくれるで、リクサルさん、お前は6出すんだよ、ふざけんなよリクサルさん少リクサルさん少し乗るんだったら 俺乗らんよ、さすがに2少しは負けるからダメ、ああ LT いねえのか、うん、あ待ってて、か多いな、いやいや俺が LT 出すといい、135で3にするか、まあ、ぶっちゃけ LT もいらないと思うけどな、正直 LT いらない、エバラがいればいいけど、でもなんか相手の6ボコれるの強いんじゃない、まあそっか、まあ、ティアルクの LT とはだいぶ違うからな。まあね。火力も結構出せないといけないし。てか、まあ、火力もいいんだよな、LT。あんま、するもんね。初動だけ見て。
わ、出た。強い。強く強そう。編成はとりあえず強そうですね。ちょっとバニラなんで、敵の色はよくわからないですけど。ちょっとバニラなんで、申し訳ないです。XBM 入れてたんですけど、なんか、クソほどなんか5000に1回ぐらい落ちるようになったんで、ムカついて消しました。ガバガバすぎたんで消しましたね、僕は。どうする？俺このマップよくわかんない、ちょっと実は。このマップが一番わかんない。あ、来た、来たでしょ、来たと、とりあえず。オッケー。取ってから、ちょっとずつ切り取っていくしかない。めんどいんで、軽戦車ポジで持ってていいですか、自分。あ、でもあのポジ入っても何も見えないしな。T34、8号。一番何していいかよくわかんないよね。ね。だって、ロクダサいんだもん、ロシア人が。キットとかやつなんか、よくわかんなくしてんの。あ、ランダムって、ちょっと待って、英語打ってんだけど。ランダム？え、英語打ってんだけど。やば、こいつ衝撃、衝撃。やばいやばい、勧誘しなきゃ。こいつクラン入ってないよ。もう英語がわかる神だけでもう、もう実質パソレ1万1000だからね。あ、バレたんだけど、やばい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 。あ、俺もバレた。64だね。死んだかもこれ。まあ、あ、来そう。あー、ごめん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 。モジュール直せねえわこれ。エンジン64進捗してくさ。あ、ここから作り取っていくのか。まあ定番ですね。かなり定番ですね。ここに2台以上いると思う。Okay. 待って、バレたバレた。ここになんかいるわ、ここ。今待ってるじゃん。プロジェクトね、ここプロジェクトいるわ、ここ。ああ、マジ。そんな早く回ってくるか。あの、海。誰か目から一発で。見たらディフェンダーだけだけだね。一回下がるわ俺。死ぬなそれ。死なないか。もうダメさ、下がった。死んだかも。めくらで殺される。マザイ。うわ、マジか。めくら一発エンジンさ止まったんだけど。ボロボロじゃん。ディフェンダーバレたから西を押されるかな。カナも動いてない。人さん弾あるなら放置するけど。あ、弾あります。オッケー。401台こっち移動してるわ。集めるね。北九州市を思い切って南見てきた。攻めないと勝てないでしょ。うわ、待ってるし。待ってるか。どこ行った方がいいか。内側から集めようかなと思ってきた。いや、引いてるな、でも。いや、こっちから行ったら普通にバイト大丈夫だね。だったらキャパーできる。あ、引いてるね。ダミエ。こっ
ちゃ出てきそうだ。あー、キッドキのところに流れてくる。マジか。TPM か勝ってると思ってんだこいつ。アホすぎる。あー無理ゲーすぎる。無理ゲーすぎる。アホすぎる。当てられちゃった。あー詰めなくてよかったかな。ナイス。まず上のラインをやる。やれるかなあれ。いいよ、キャップ踏み、山根さんキャップ踏みに来て。山根さん、早くキャップ。どうだ、キャップ時間ギリギリか。間に合わんくらいかもしれん。無理だなこれ。キャップ間に合わない。何秒か足りないね。本当に間に合わないこれ。間に合わない間に合わない間に合わない。間に合わないね。2秒ぐらい足んない。あー、気づきやがった、ごめん。あれ？タバなかった。あー、打てなかった。あー、でもごめん、俺がギャブ間に合わないって気づきやがった。ごめん、間に合わなかった。いやー、ビューやった。あと数秒早く行ってれば、入れるのは、いたけど。おっそ足。いやー面白いねえな。いや。あいそつかしてどっか行った。今日当たり引くねえ随分。どうしたの？キッドさんのパスで高いから釣られてやってくるんかなと思うけど、まあまあ多分そうだよ。パスで1回1番超えたんだけどなあのタイミングで TV やんのやめてなかった。チームアドレなくなってもパソレ簡単に上げれなくなるってことでしょ。まあそうですね。またなんか準プロゲーマーみたいなの勝ち逃げしないと。これどうします？南行きます？ツンツラよくわかんないけど NK で明日 TV するんだって。アジアでマッチングするのかってちょっと
疑問やけど、多分そのためにやる、いや多分人集めてるんでしょ。しかもウォーゲームの日やからね。それは思った俺も。僕はとりあえず北ダッシュからが好きやけど。なるほど。まあ、これ高いとこと、まあ、この辺ちょっと様子見したら南回すみたいな。じゃあ俺が中央から顔出す。まあ大体的に軽い編成だと南ガンガン回ってくるイメージあるけど。そうね。あ、バラですね。バレた。あ、あれはやれるか。いや、わからんな、ちょっと怖いしな。無理説することないとこ。あ、回ってきてる。あ、来てる、ね、来てる、ね。まで来るんだけど。あ、来てる来てる、これまずいわ、触った方がいいね。か、真ん中真ん中、やばいやばい。頭悪いのがいる。あら、こんにちは。ちょっとやばい、やらかしてしまった。これ多分死ぬわ俺。きつい、逃げれない。さすがに逃げきれないな。ああ、俺これ死んだわ。手の動き西戻ってる。ナイス。戻りが多いかもな。多分俺のこと食いに来てるって感じ。あれ？いや帰ってる。帰ってます。戻ってる。私の目を追い出すよ。はい。ナイス。あーあー、6やん6やん。ああ、大変。大変。大変。あ、負けたかも。負けないでください。危ねえ、危ねえ。負けないでください。負けたかも。遊戯言。これが最後の一言。こいつ。フルリューザーでとんでもねえ DPS 出してこのプロゲ上手だね、この味方のプロゲ普通に上手くない？いいっすね。入ってくれた。だいたい 50% のやつが来るかね。うん、なんか今までと違うなっていう感じがする。はい、しょぼしょぼしょぼぼぼぼぼぼ。なんかナゲットの中にキリが入ってめっちゃうまいんだけど。いや、これいじめじゃない？さすがに僕6を一緒出させる病気になってしまった。いや、じゃあ 6出せよ。やったー、6読んだ。でももう出なかった。いつものこのバグ直すのめんどいからやめろみたいな感じじゃない？このバグ消すの、このバグ直すのだりからTV ごと消すわ。俺は8号出すわ。いや、これ消耗品 25% 割引なの。キッドさん、そうだよ、遅っ。6で、6じゃない、8でリーのレクサンさん、それで開発したい8 TV で開発するなんて一応海外言ってるんだよな。いや、初期法だとさ、貫通160しかないから。なんだか辛いんだよ。いや、せめてせめてそこはフリーをですね。フリーでリタイとエンジンだから。エンジン最高じゃないですか。あ、エンジンじゃねえだ、なんだっけ、無線まさかの。あ、砲塔だ、砲塔とリタイ行ったんだよ。そしたらなんか足りなくなっちゃった。でも
俺このアカウントだいぶ偉いよ。クルセイダーもなんか AV1S あとタイヤも全部乗ってるから、ね、飛ばさずに。ちゃんと初心に戻ってやってるから。ああ、Python でも覚えようかな。言語を覚えるのって何がいいんですかね。ロシアさ、ロシア語。じゃあ、そういう言語か。プログラミング言語。いや、ロシア語、ロシア語。なるほど。フリーランスっていうかなんか自宅でシミ程度やるんだったら Ruby とか Perl の方がいい。ああ。仕事でやるなら C と Java 覚えとくから。C と Java か。僕ワールドオブダンクスやるからやっぱ Python 覚えないとな。うわ。きつ。チェックそう思ううち。なんだこれ。何も耳に。ボイサーちゃうなこれ。どうする？まあもう南取るしかないね。こっちを取りに行く。ここ400入ってきたら、で、ソンマに言ってこられたら、結構つらいけど。つらいな。まあ、気合で取るしかない。うん、気合で取るしかない。いや、でもそれ以外ないと思う。か優しく当たって、つけそうなところ見つけるしかなくない。いや、まあなんか意外に真ん中張ってくるわ。多分全力でゼロライン取りに行ったら、ボコボコにされて終わると思う。ヘビー真ん中から出す？もう攻めてっていいと思う。ああ、まあ中央から出すか。まあ中央から出して、ヘイト拡散分散させるとか言うかもね。え、なんかうちの構成すごい強そうだけど。いや、多分だって、カーナボンここで、4400ここで、まあ、64走って、64走ってディフェンダーとソミやってる。今、刺さったことね、気のせいかな。ケツだけ見とくわ。指端子は多分 こっちの方がいいですよ、こっち。今帰ろうと思ってるけど、なんか中央バレるらしいから。あ、2台も寄ってきてる。あ、大体は南台はね、これ寄ってるの。そう、参ります。これ食った方がいいか、こっち。いやー、無理しない方がいいと思う。無理しなくて、無理しなくて。勝てる。勝てそう、勝てそう、勝てそう。勝てるなら大丈夫。いや、うめえ。64来た、64来た、来たっていうか、ごめん、嘘ついたわ、こっちだわ。時間くれれば真ん中2台倒せる。うん。ちょっと、南ちょっとホールド、あの、待ってるわ、ちょっと。これ見てくんねえと、ちょっとどうしようもない、正直。あ、引き気味だな、でも。1台上がってる、1枚上がってるよ。まあ、俺が上がると多分こいつもついてくるからな。このディフェンダー俺見てる。俺見てる。まあ、こねちゃったら別に上がりそう。ソミは一発、ソミは一発、二発。オッケー。三発。オッケー。変わんない、場所変わんない。場所変わんない。これカナボンやれ。ソミはから取るか。ソミは殺される俺。あれ？ディフェンダー撃ってきた。やれんかも。ディフェンダー撃った、ディフェンダー撃った今。あ、下ブレすんで単発低くないですか。あ、64にやられますよ。いや、単発120でたんすけど、ちょっとこれはっすね。カーベ8号ってそういう戦車でしたっけ。全然違うけど85ミリですか、もしかして。あれ、これ出れなくて160だけど平均単発。確か出れたよね。あ、出れるわ。出れる、出れるよね。いや、これうまっ。え、これこの見方のプロゲームめっちゃうまいんだけど。え、きっとさ、分かったと、きっとケンさん分かったと思うけどさ、右下行った時にさ、ちゃんとこいつ弾込めたやん。よかった、ね、あの2体目、2両目の4400さ、あのやるのに必要な弾ちゃんと込め直したからさ、あ、偉いなと思って。普通にうまい、こいつ。え、こいつマッチコリ弾撃たれに行ったやん。受ける。ああいう弾詰めよ。
は？え？いや、純粋にうまかったな。何こいつ、鍵になってくるんだけど。うい、あ？ん？え？どうして？奪ってどうぞ。行っちゃった。もう一回やってる、もう一回やってる、もう一回やってる。ナイス。さよなら。おやだこのゲーム。次ラストぐらいにする？そうですね。そうですね。いや負けたらし。絶対いるよねこういう人。俺じゃん。負けて終わるんですか？負けて終わるんですかっていう人いるよね。絶対にいると思うんだわ。どうすかな、星消化パッと見た感じ大体終わっちゃったんだよな、残念ながら。まあ多分星が残っててはこれぐらいですね。リクサムさんの代わりに64にいじめられるかな。会議終わったら行くつ時間経ってる。そんな会社の会議でも1時間なんかやらんぞ。見てみますか、しょうもないクランの。しょうもない、まあ、明らかに終わってそうですけどね。ぱっと見ですけど終わってそうですね。きっと先生こっから朝4時までホームフロントですから。マザーは準備しましたか？いやー、それがね、セブンイレブン今日帰りに寄ったんやけどさ、うん、さっきも話したけどさ、あのオールドファッション1個しか置いてなくてさ、3つぐらい買おうと思ってた、ね、あー1個しかないと思ってそのショックでさ、もうそれの時間忘れちゃって。わかんねえ。俺今朝のやっぱ久々に水道水じゃなくてお茶を水筒に入れたら忘れてきちゃったっていうツイートが俺すごい好きなんだよねあれ。そう、暑いから水筒小さめのやつやから大変と思ってペットボトルも入れて、で、とりあえずまあ会社ついて水分補給しようかなと思ったら、あ、水筒忘れてきんだねと思って。でもさ、あの麦茶のパックとか安くない？うん、あれの方がいいと思うよ。めんどくさい。めんどくさい。別に水で我慢できるもん。うん。夜間でだってお湯沸かして夜間の中に穴袋入れてちょっと冷ましてりゃ勝手に麦茶できる。そう、あの一人暮らしのやつにおすすめしたいのがさ、ペットボトル絶対買うよりあの麦茶のパックで沸かした方が年間マジで万ぐらい浮くから、ね、それ間違いないと思う。それなんかどっかで見たなこいつら。まあ全員実家やから毎日なんかでっかい夜間に沸かしてるけど、こいつらあれかマンネリハイムのやつらだ、リベンジだ。俺そんなこと言いながら普通になんか600円とかのビール飲んでるから。美味しい。どこ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 。僕は1ラインに行くしかないんで。もうこっち取る？オッケー。普通に上で行く？上で行くか、上で行こう、上で行こう。まあ一枚だけはこっち取りたい。あ、俺行く。あ、じゃあいや俺行く。マジ？うん、少しは行った方がいい。少しは行った方がいい。まあこいつらの傾向で大体普通にヘビーは舞い上がってきて、まあ、MT はよく取ってくるが。敵の編成的にさ、一緒に上がってくるか、こっち行ってもさ、撃つやついないからさ。あー、まあ、であとこっちはあの敵が中央多かった時に上がるっていう判断もできなきゃいけないから、少しだと上がっても絶好の対象になるだけだし。はい。
真ん中っていうか後ろでもよかったかもね。うん、まあでや、ここのつもりだったんだけど。あ、マジ。そう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 、バレそう。てかバレてる。バレ。あれマジそう、はい、変なこと言っちゃった俺。変なこと言っちゃった。ごめん、これちょっとタイミング悪かったですね。3ライン取られた。あのプロジェさん、どうするかなこれ。あの渡るのはきつい、中央全部抜けなかった。あのいやちょっとケチって AP 込めしたらと抜けなかったよね。あのうちに来ます。あのもう抜けたわ。まあ、いや大丈夫。あれは取れない。やれる説ないこれ。ディフェンダーいや、やれると思うよ。ちょっと弾込めんの待って、俺が弾こもった。行こうか、ちょっと上何枚いる。待って、いや上から出してるからこれいいや。ロレーヌが見えてない、ロレーヌ見えてない。中央普通に勝ってるしにしますよ。うん、あーロレーヌ持ってる、ロレーヌ持ってる。あの3ラインに寄ってったディフェンダーうまい。何も言わずに寄ってった。 OK です。ロレーヌどこ。ごめんけど待ってる待ってる。任せろ。キャタハメしてそれ。もう切れてる。見えたこれ。これ何？三だかな。以上。待って、少しってこんなに単発低かったっけ。おかしい。僕は400前半しか出ないんだけど。敵がおらんくなった。大変や。よいしょ。なんか初めちょっと頑張ったけど、まあまあなんか結局渡っていい感じに行けたわ。わあ、お腹いっぱいになっちゃった。いつか、そろそろ。はい。お開きって感じで。ホームフロントですよ、パーソナルルーティングが。ホームフロン